保武久選手です。小さい頃からトップレベルでやっていて、その中で日本代表としてどう日本を引っ張っていくのか楽しみです。メッシ選手です。今回で多分最後になるし、小さい頃からドリブルとか好きなので今回注目します。日本代表の冨安選手です。プレミアリーグでも活躍されているので、ワールドカップでも活躍してくれると思います。日本代表の長友佑都選手です。自分と同じ比例サイドバックで、東福岡高校の先輩でもあるからです。稲妻純也選手です。サイドからのスピードのあるドリブルでクロスを上げて、そこからの崩しで得点シーンが見たいです。三笘選手です。三笘選手はスピードのあるドリブルでサイドを切り裂いてくれると思うので、クロスや点を取ってほしいと思います。三笘薫選手です。ドイツ戦とかスペイン戦とかでいいチャンス作ってて、アシストとかもたくさんしていたので、次は得点に期待したいと思います。権田選手です。この間のスペイン戦で最後日本が勝っている時にしっかり抑えてくれたので、次の試合も期待したいです。